ということで AK ビンゴネオ第2回目そろそろお別れの時間となりました。マチャリン、はい、この AK ビンゴネオを見てたくさんの方に私のファンになってくれたらなって思います。で、宇多田さん、はい、楽しかったんですけど、また次はなんかちょっと次マチャリンより日本語下手なってるさあ、そして AK ビンゴネオ第3回目の放送が決定しました。視聴者の皆さん、ぜひ推しメンの応援よろしくお願いします。はい、皆さんも言っておきましょう。そしてもう一つお知らせがございます。この中で卒業するメンバーが、それは私です。卒業するみたいよ。みんながね、こう次出るためにとか出れなかったとか、こうすごく一喜一憂してこういろんなところに羽ばたいていったり、そういうになると俺は何をしてるんだとか思ってくるわけですよ。でアメリカのお笑いっていうのをすごく最近見た時にすごく憧れて、アメリカに行こうと。なるほど、はい、なんかすごい刺激をもらって、いや俺こんなことしてる場合じゃない、俺にもちゃんと輝く場所があるんだっていう感じの気持ちにならせていただいたのは、皆さん の, あのおかげです。じゃ最後はちょっとね、あの AKB のね、あの名台詞でちょっとファンの方にね、AK ビンゴのことは嫌いになっても僕のことは嫌いにならないでください。いや逆や、逆やねん。自分のことが好きすぎて、そうそう、わかんねえそれ。応援してます。いや本当ね、どうなるかわからんけれども。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。